このサイエンス教室は子どもたちに本格的な科学研究の体験を通じて楽しみながら科学への興味を深めてもらうことを目的としています。今日は食肉の遺伝子の違いを見分ける実験と iPS 細胞の観察を行います。研究には投射性の PCR やピペット、試薬、こういった蛍光顕微鏡など学校の実験ではなかなか使うことのない本格的な研究用の機械を実際に使ってもらいます。こういった実際に研究で使われているものを体験することで子どもたちのワクワクした表情が見られるので、私たち自身もこのサイエンス教室を毎年楽しみにしています。小学校5年生、楽しくて難しかった。難しいけど分かりやすくて、スタッフの皆さんもすごく優しくてすごく良かったです。獣医師とか水族館の飼育員とか、生き物関係の仕事に就きたいと思ってます。はい、サーム・フィッシャー・サイエンティフィックは全世界で地域社会に対して STEM 教育を提供しています。 STEM とはサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マシマティックスの頭文字で理系教育を指します。このプログラムを通じて科学の楽しさへの興味に加えて、子どもたちが探究心を持って物事に取り組むことの大切さを感じてくれればいいなと思っています。私たちのミッションは世界をより健康で、より清潔、より安全な場所にするためにお客様へ製品サービスを提供することです。このミッションを一緒に担う次世代の科学者を育成するために、私たちは世界中でSTEM教育をサポートしています。STEM教育のサポート活動を通じて、未来の科学者を育てることに貢献することができれば素晴らしいと考えております。すごい楽しかったです。PS 細胞を見れたところが楽しかったです。なかなか見れないっていうから、すごい貴重な体験だと思いました。なんかいろいろな機会があって、いろんなところから細胞を刺激しているところがすごいなと思いました。 iPS 細胞を作ってみたいです。